左手の基本フォームについてやってみたいと思います。左手の基本フォームはまずは親指はネックの裏側、残りの4つの指は、フレット上に広げるんですけれども、この時にポイントがありまして、例えば本とか雑誌を相手に渡す時のこの指の形、例えばはいこれどうぞみたいな感じのね、この時にですね、4本の指は自然に広がっていると思うんですけれども、この形をこのまま少し手首を前に出した状態から下からはめてあげる、この形ですね。親指のここの第一関節の上の部分、ここの部分がネックの真裏に来るようにします。そして残りの4本の指は無理ない範囲で少し横に広げます。この状態、まずこれでクロマチックのスケール、半音階のスケールなんですけれども、これを練習しながら形を作っていきたいと思います。まずはじめは4弦の5フレットから6、7、8と使ってやってみたいと思います。まずちょっと弾いてみますね。ここで大切なことはですね、まずここの4本の指、これを緩く内側に曲げて押さえるんですけれども、この時に逆に反ってしまわないようにすることがまずは大事です。これは逆に反ったままフォームを身につけてしまいますと、指を痛めること、腕を痛めることもありますので、できれば緩く曲げたままの状態をキープすることが大事です。それからフレットのすぐに左脇を常に押さえるということ、これが大事ですね。これは例えばゆくゆくフレットレスベースとかウッドベースを弾く場合にも有効なフォームとなりますので、ぜひこの段階で身につけたらいいと思います。それではちょっと練習をしてみたいんですけれども、まずは4弦から上って下って、そして3弦2弦1弦そしてまた戻ってくるということをやってみたいと思います。ではちょっとクリックに合わせて弾いてみたいと思います。このようにしてまずは5フレットあたりで練習をして形を身につけましょう。慣れてきましたら今度は1フレット、ちょっと幅が広くなりますので、こちらの方でも練習をしてみたいと思います。1フレットから2、3、4上って下る、でこれを4、3、2、1弦でもやります。この時にかなり5フレットに比べると広がってしまいますが、無理をしないで、どうしてもこう指が届かない場合はここの親指、ここを支点にして、4本の指をうまくスライドさせて、そして押さえるのがいいかと思います。それではクリックに合わせて練習をしてみます。このようにして5フレットを練習したら、次は1フレットというふうにして、それぞれのポジションで慣れていくということが大事です。